きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、はい、好評だった、ザキヤマさんからいただいた、はい、10億円でチームを作る企画、はい、皆さんコメント欄とかね、SNS とかにもたくさん考えてもらって、はい、その選手もいいねっていうのあったんですね。あ、そこ行くかっていうね。でも、はい、反省してくださいよ、秘書。ごめんなさい。なんで9億円になってんですか。いや、なんかこう計算してたら10億だったんですよ。そんな秘書の会社、潰れますから。もう、なんかもう鈴木誠也いるとか高いのばっかり言ったあげく、最後に計算ミスって。いや、でもあれですよね、私計算ミスしてなかったら、プラス1億でもっとなんか高い選手買いましたね。いや、本当っすよね。動画見たらびっくりしたっすよ。いや、私9億円かいって、って多分間違えてないと思います。間違えてます。でも今日は、はい、皆さんが開幕前にもう一回楽しめる新しい企画、はい、うん、今度は里崎プレゼンツで考えてきたんですよ。はい、何ですか今日は。ですね、はい、今日やるのは、予算上限10億円、はい、あなたのチームを決めて、1年後の年俸のプラスマイナスで優秀な経営者かどうか測るっていう。私が優秀な経営者か測るみたいなもんですかね。そうそう、もう2人でやるんです。あ、私もやるんですか。そうです。だから12球団の、はい、こうまたこれの週刊ベースボール球界マネー最前線のこう年俸をベースとして考えた時に、予算10億円、はい、だから10億円ギリギリでもいいし、はい、5億円でもいい、はい、もうこの予算内だったら何でもいい、はい、それでこの前と一緒、はい、野手9人、DH 込み、はい、でピッチャーは先発中継ぎ抑え、12人ですね、はい、で12人で予算10億円以内で、はい、決めて1年後の、はい、まあいわば1月ぐらいに全員契約更改が終わった後に年俸が上がってるか下がってるか、はい、その選手たちを、はい、自分が決めた選手たちがの年俸の推移でどれだけ上がってるか下がってるかで、どれだけ選手の手腕を見れるかどうかを目、あ、なるほど、勝負っていう。あ、だから私がじゃあ作ったチームの、選んだ選手の総年俸、1年後の総年俸と今の総年俸をどれぐらい上がってるか下がってるかで里崎さんと勝負するってことですね。そうそうそう、だから上がってる額の多い方が勝ち。だからもし、はい、僕が総額10億円でチーム組みましたと、はいはい、来年の今ぐらいに同じ選手の年俸を合わせると13億円になりましたってなったら3億円アップですよね、はい、で袴田さんがもし5億円の予算内、5億円でチーム作れましたと、はい、でそれが1年後その選手たちの総予算、総年俸が10億円になってましたと、はい、そしたらプラス5億円ですね、はい、そしたら、はい、袴田さん、あ、なるほど、高いんじゃなくて上がり幅です。振れ幅で勝敗を決めるということですね。そうです、で、だ外国人も入っててもいいです、はい、その代わり、外国人の場合は来年 NPB に所属してなかったら0円になります。そういうことですね、はい、なるほど、そういうところも考えないといけないけど。そうです、そうです、はいはい、なんで強いチームをもちろん作るんですけど、強いだけじゃなくてどれだけ上がりそうなのかっていうところを考えて作る。だから球団もお金を出すのか出さないのかも考えなきゃいけないし、なるほど、だからそのね、球団の予算もありますし、はい、あとは、はい、複数年を結んでる選手は選んだところで上がりません。え、そこも考えないといけないか。そう、だから複数年も考えなきゃいけないですね、はい、うんうん、FA 選手だったりとか、はい、あとはやっぱり年俸が高い人の方が振り幅が高いですね、うん、そうですよね、やっぱね、近本選手も去年1億5000万から、はい、頑張ったけど4500万、やっぱ2年目なんで、うん、はい、頑張ったけど3500万しか上がってないわけじゃないですか、はい、でもこれがもし1億円の選手だと上がり幅はでかいけど、1億から2億になる可能性もある、はい、でも下がり幅もでかいんですよ。はい、そうです。でも低い選手っていうのは上がり幅も少ないかも分かんないけど下がり幅も少ないんですよ、はい、そこを予算10億円の中でどういう風に組み込むかっていう勝負なんですよ。なるほど。だからもう怪我とかしたらやばいですね。やばいですね。いや、これ一か八かだな。この前のね、はい、10億円で作るチームは、あ、作ったっつってワイワイ楽しめばいいだけ、はい、今日のは、はい、1年間かけて全員で追っかけます、うん、そうですね、はい、だからシーズン見てる中で選んだ選手が怪我したそうしたらこの里崎プレゼンツ10億円ゲームでは負けちゃいますね、負けますね違う楽しみ方できますね。そうそうそう、はい、だからこれ皆さんも考えてコメント欄、はい、もしくは SNS でハッシュタグ作るんで、はい、僕のツイッター見といてくれたら、はい、ハッシュタグを考えて作るん で、うん、でそれでコメント欄かそのツイッターのハッシュタグで、はい、作って、貯めて、
1年後もう1回みんなで見て、はい、どうなってるか決めましょう。そうですね、はい、楽しみですね。じゃあ決めましょう。はい、決めましょう。でこれはですね、ちょっと袴田さんと僕の対決なんで、はい、ルールを決めます。はい、同じ選手は不可です。うん、あ、ダメなんですか。はい、だから今から、うん、せーので言い合って、でもし被った場合は、はい、じゃんけんで、はい、勝った方がその人、はい、負けたら次の新しい人を考えなきゃいけないっていう、うん、はい、その代わりとりあえず全部決めた後、はい、もう一回その取れなかったところは決め直しましょう。はい、年俸総額もあるんで、はい、じゃあまずじゃあキャッチャーから決めましたか。キャッチャーからですか。はい、キャッチャーここ見てください、はい、このマネー最前線で見てください。はい、佐藤さんもうなんとなくついてます。はい、僕はもう決めました。決めました。はい、あれ甲斐選手いくらでしたっけ。1億1000です。1億1000か。これは別に打順とか決めなくてもいいんで。はい、うん、はい、わかりました。はい、オッケーオッケーオッケー、決めた。はい、よし、決めた。じゃあ行きましょうか。はい、せーので名前だけね、はい、行きますよ。せーの、清水選手。森選手、はい、ライオンズの、はい、2億円高いの行きましたね。いやもう最初はドーンと。僕はですね、はい、日本ハムファイターズの清水選手です。はい、結構だってあれでしたもんね、里崎賞の中で結構クリアしてます、ね、クリアしてたでしょ。はい、っていうことは、はい、もうちょっとしっかり頑張れば上がる可能性あります、ね、あるんですよ。でしかもですね、いくらなんですか。しかもね、はい、安いんですよ。2600万です。おお、振れ幅ってもしかしたらじゃあまあ次でも5000になったら2400万アップじゃないですか。いや森選手は今2億円なんですよ。はい、だからちょっと成績落としても2億円維持だと思うんですね。でまた分かんないですよ、一気に1億8000となるかも分かんないです。いやでもいい選手なんで多分球団は維持させると思うんです。でもし同じ活躍をしたらもしかしたら2億から3億になるかもしれない。まあまあそうですね、振れ幅はめちゃくちゃ期待できる選手だと思うんですよ。じゃあ袴田さん森ですね。はい、森選手にします。ちょっと決めていかないと。2600万。はい、小さく出ましたね。小さくいきましたね。袴田さんコメント欄で言われてましたけど、はい、だいぶ使いますもんね。大丈夫ですね。大丈夫、1億余ったじゃないですかこの間も。もうその分ですよ。あ、待って、それはたまたまね。どっかで低い選手いきますから。じゃあ、はい、ファーストっす。ちょっと待って、え、これ内野でいかないですか。なんかこう移動できるように。だってどうせ決まってるでしょ。だからあの移動できるんだったら欲しいやつから行っていけばいいじゃないですか。あ、そうか、うん、じゃあ欲しい人いきますよ。はいはいはい、え、じゃあもう私絶対欲しい選手いるんで、もう、はいはい、もう決めた。いきますか。はい、せーの、清宮。あー、村上選手。はい、清宮すごか。清宮選手ですか。清宮に期待してよくね、はい、あの上限で村上入れてないんかみたいなね、結構声ありましたよね。はい、4500から伸びしろありますって。2年目のジンクス落ちったらやばいですよ。いやもうそこは大丈夫だ。キーマンにも上げてたじゃないですか。まあまあそうですね。でも次どこ行きますか。セカンドです。セカンド、はい、はいはい大丈夫です。はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあセカンド、ね、はい、せーの、山田。あ、そこで大きくきましたか。山田テスト行きたかったんで。なるほど、私も吉川選手、ジャイアンツ。まあまあね、期待の星ですからね。吉川、はい、いくらですか。2300万。はい、さてここで山田テスト行かせていただきます。山田選手結構高くないですか。5億円っす。めっちゃ大きい買い物するじゃないですか。え、でも5億って5億から上ってなかなかいかなくないですか。山田テストは、はい、来年、うん、FA なんですよ。え、FA 行きました。え、今年終わって取るってことですよね。ああ、うん、だから今年のオフ FA になるんで、はい、争奪戦が。私見たっけ、え、いましたっけ。まだだから FA 選手には乗ってないですよ。そっかそっか、はい、はい、これから FA になるんです。なるほど。6億とかいきます。いや、噂によると、はい、1年10億あるって聞く、はい、本当ですか。はい、聞いちゃう、聞く、噂によるとね。でも知ってます、はい、1億円選手を5人取って2億円になったら5億円じゃないですか、はい、結構ギャンブルですからね、まあ、そうですね。でしかも、うん、もう他高い、はい、もうこれでもう5億4600万いってるんですよ僕、はい、うん、あといっぱいあるのにもう4億円ちょいしか使えないですから、ね、そうですね、はい、ここはギャンブルですから、はい、FA で高騰するっていう予想で、はい、多分今年ガーン来そうな感じ。 OK です。サード、はい、決めました。はい、はい、せーの、周東。あ、なるほど、マジか。西川、広島の、はい、サードで、サードで、はい、6800万なんですよ。おー、で去年、3100万からの倍になってるはずなんですね。なので、今年も倍になる。まあ、その可能性はあるですね、
だってめっちゃサードで西川すか、はい、僕外野で西川持ってたんですよね。いや待って、私ね外野でシュート入れようと思ってたクソーっていう外野で外野で外野さんであのシュート持ってたんですか。シュート持ってた。僕外野で西川持ってたんですけどね。あーそうですか。ちょっとあれでしたね。そうですね、ここもチョイスがあれですね。チョイスがそうですね。まあまあでも、まあまあ、はい、はいはい、どうしようかな、ほか。じゃあショートっす。ショート、はい、一緒の選べないから難しいでしょ。そうなんですよ、はい、ちょっと当初の予定変更。はい、オッケー、はい、いますか。はい、せーの、コブカタ。コブカタいきますか。はい、やっぱり5億円いってるんで。はい、そうですね。いや私もちょっと茂木選手入れようかなとも思ってたんですよ。はい、ただちょっとあの今ちょっと離脱したんでだったかな、はい、小深田選手がレギュラーの可能性もあるじゃないですか。ああそうですね、うん、源田、源田1億4000万、もうちょっと上がりそうじゃないですか今年。まあ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 、そろそろ振れ幅は結構いいと思うんですよ。ああ8000から1億4000になってるんで。おお、それはね、はい、2億いく可能性もありますよね。2億いきますよね。はい、はいはい、ね、僕はもう小深田でもう、はい、あの刻んで、まあまあ3000万には最低なるやろうっていう、はい、あ、小深田さん絶対1軍にはいると思うんで。そうそう、絶対いるんでね、はい、あ、もういい働きはするんで、もうマイナスはないんで、はい、だからこれあれですね、株と一緒っすね。そうですね。あって、あの下がらないのを買うんですよみたいなの。どの銘柄行こうかなみたいなね、はい、安定的なやつとビッグゲームを狙うかの下がる、下がるかみたいなの、これ株っすね。そうですね、現場選手もしダメだったら下がりますからね。それはもう怪我したりね、怪我したら下がりますからね。で、外野3人です。だから外野3人は好きなやつから、はい、一応ポジションも聞きますけど好きなやつから行った方がいいですよ。です、ね、外野3人は。 ちなみに私今自分がいくらなのか計算していいですか。そうですね、間違えます。計算機使ってください。はい、あのもう電卓使います。この間あの筆算したんで。いや外野が本当に今決まってないです。じゃあ外野行きましょう。まあ1人は決まってるんで、はい、はい、いきますよ。はい、せーの、辰巳。あいやいや、ここは辰巳っす、やっぱり。嘘ー、はい、じゃんけん。じゃんけんですね。ここでかぶる。最初はグー、じゃんけん、ほい。うわなんか声にやる人いますよね。何も見えないですから、いきますよ。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい。まずい。あ、よかった。どこに入れときます。私はセンター。センターに入れます。センターと積み入れ。おいくらですか。ですね、2200とかだったかな。ちょい待ってくださいね。うわ、これきついな。いや、辰巳は絶対にアップしますよ、うん、じゃあ俺次一人入れるんですもんね。いいですよ。誰で。いや、私もちょっとシュートいなくなっちゃったのがもうどうしようって感じ。じゃあもう俺やっぱ近本だね。あー、私もう一人どうしよう、本当に思いつかない。じゃあ次行くな。はい、はい、もう絶対かぶんないです、はい、はい、せーの、神里翔平。これ私もう600万円台の選手ですから。どこっすか。西武の、あでもなんか結構、はい、有望株らしいですよ。あ、そうですそうです、はい、本当に秋山選手のセンター埋められるんじゃないかって。私のね、静岡高校の後輩なんですけど。じゃレフトぐらいにしときます。そうですね、そうしておきます。でもしかしたら600万円なので、まあ下がりはほぼしないと思うんですよ。そうそうそう、はい、だからまあ安心銘柄ですね。安心銘柄で爆発したら大きいよっていう。600万、660とかだったかな。で僕は神里、神里 DeNA、 神里が、はい、4800万。あと、もうガイアス。いや、もうガイアがね。俺誰だったっけな、誰選んだったっけ。もうガイアが。いきますよ、せーの、牧原。ヤクルトの。はい。僕はあのソフトバンクの牧原です。牧原、はい。あれ、牧原選手、怪我したんじゃないでしたっけ。大丈夫し、どうせ出てくるんで。大丈夫かな、そっか。そ、前半戦いなくても、はい、どうせ途中から出てくるんで。しかも、あの、はい、お安いんで、まだ。あ、そうですか。はい、え、趣味選手どう思います。いや、ポテンシャルはいいですよ。いいですよね、はあ、走行しとらってるんで、あと安定感が欲しいだけですね。あー、なるほど。いや、もう怖いなー。で、DH、はい、よし、DH、 DH、 はい、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 よし、もう決めた、決めた、はい、うん、大丈夫、はい、せーの、金子雄二。井上井上ですか。井上、はい、僕は金子、はい、雄二。
ソフトバンク DH に持ってきます。いやもう、はい、DH なくても途中で外野出れるんで、はい、まあ、だからまあ絶対取れるだろうなと思って最初言わなかったんですよ、はい、ああなるほど後に残してたやつですね。そうですそうです、はい、うん、井上誠也はいくらですか。5500万。これ結構上がりそうじゃないですか、頑張ったら。まあ一つだけ言いましょうか、はい、頑張ったら全員上がるんで確かに確かに、はい、これは金子裕二1億2000。1億2000、はい、まあでも確かに秋山選手の後パッてハマったら大きいですね、はい、大きいでしょ。大きいです。今これで僕は足す1億2000、もう8億3400万。だいぶいってますねだからあと1億6600万で3人っす、はい、ピッチャー私まだ5億7000なんですけど。すごいっすね。私結構いけるな。いや次ピッチャー、はい、先発。じゃあどうしようかな。ちょっと2人候補いるんですけど、はい、いや里崎さんでも絶対の人いきますよね。そうなんですか。絶対の人いきますよね。いや僕はもうあの人って決めてるんです。もうこの人が多分銘柄的には一番いいんちゃうかっていうね。迷うなちょ行ってみようかな、はい、じゃあいきますよ先発、はい、はい、せーの、山本ほらほらほら、そうじゃん山本由伸の9000万は2億いく可能性あるからね。ありますよ、あります。これは負けられないぞ俺だってもう俺の予算はあと1億6600万しかないから。いいいますって、その予算の中だったら山本に外せないんだ。いや私山本外してもまだ余力ありますよ全然あるっす。ありますよ。山本じゃなくても全然いい。もう俺も余力ないから負けられない。はい、いいでしょ。最初はグー、じゃんけん、ほい。うおやっぱ最初パーですよねいきますよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。死んだ終わった。いやねちょっと待って、先発は後で考えるわ、はい、俺は。はい、わかりました。そんな簡単に山本と同等はいない、はい、じゃあなんか次いきます。はい、ちょっと待ってね。また次は嘘やろ、俺もう誰がいいんだよ大丈夫っす、はい、もういきます。ほぼ寝てください。はい、中継ぎ、はい、せーの、フランスは。お、外国人、はい、フランスは。フランスは、はい、いくらですか。3980万です。おー、いいですね、はいはい、私はライオンズの平です。おー、いいね。いいでしょ。おいいね。平、1200万ですよ。いいね。じゃあ、抑えいきましょうか。はい、抑え、はい、あ、これもちょっと2人悩んでるんですけど、じゃあここは、はい、せーの、岩崎。おー、阪神の岩崎です、はい。8000万です。8000万、はい、あ、でも結構いきましたね、はい、私、森原で4500万です、はい、あと僕4600万使えるんで。お、先発に、はい、じゃあ僕、あと出すと、じゃあ僕出す、僕だけですね。はい、どうぞ。じゃあ先発は、はい、種市にします。あ、期待も込めて、ロッテの、はいはい、3000万です。いいじゃないですか。はい、3000万、はい、プラス30は、だ僕は9億830080万っす、はい、結構ギリギリ攻めましたね私はなんと、私7億1710万。おー、まあまあまあ、これは関係ないですからね、はい、予算いないですから。はい、だから先発山本投手外したら、はい、今永投手行こうかなと思ってたんですよ。ああ、まあまあ、それにしといてくれてください。いやいや、これはね、勝負に行きましょう佐藤さん苦しめるために。まあね、これちょっと、はい、皆さんね、はい、僕と袴田さんの選んだ選手を使わないで、やるのもあり、はい、まあ、皆さんはね、一緒にやってないんで、はい、一緒のやつを参考にして選ぶのもあり、これ友達とこうやってやるのも楽しいですね。そうそうそう、みんなでね、うん、やるのもいいんで、はい、だからまあ、1年後、はい、あなたが選んだチームの株価が上がってるのか下がってるのか、はい、ちょっとチェックしたいと思いますから、はい、ぜひ皆さんも一緒に楽しんでもらいたいと思います。はい、はい。